今回は首を細長くしたいというところで今日思いましたので、伸ばすことによって綺麗なこうなんか印象が与えられます。なんかもう全身熱くなってきました。そう、もっと、やばいよ、これやばい。今が 29.8cm、 0.4cm ですね。 15.3cm ぐらい、待って1.34 ぐらいいってます。すごい。はい、こんばんは、川島です。そして今回もですね、真帆さんに今日はね来てもらいました。お願いします。高校からね、美容師の真帆ちゃんですね、お願いします。今回は首を細長くしたいというところね、今日思いましたので、首を細長くする方法の動画をね、今日撮影していこうと思っております。で、首っていうのは意外とこう結構大事で、首がね、こう縮んでるとこう太く見えちゃうんですね。太く見えちゃって顔がこうなんか大きく見えちゃうので、これをしっかり伸ばすことによって綺麗なこうなんか印象が与えれますので、そんな感じで首をこうギュッと詰まってるのを伸ばしながら、なおかつ肩甲骨をグッと下に下げることによってさらに首が長く見えますので、綺麗なこう首筋が印象がつきます。こんな首をまずストレッチをしていって、肩甲骨を下に下げていく筋肉を使う首を細長くする10分ルーティンを今日は撮影していこうと思っております。ではやっていきましょう。はい、じゃあまずやっていく前に一回サイズを測っていって、まおちゃんのその首周りが今何センチ、その首の太さが何センチかっていうのと、長さをね、なんとなく測っていこうと思っております。はい、はい、じゃあまずね、首をまず測っていきます。耳たぶから約 2.5センチ、 2.5 センチ部分、そこからいきます。そこから今現在が 30.2 です。 30.2、 今 30.2 ですね。はい、次長さいきます。長さ、耳たぶから鎖骨の位置まで測りましょうか。まっすぐ行って鎖骨の上までいきましょうか。ここに、まあ、14センチぐらいですね。今14センチぐらい、はい、はい、ですね。じゃあ10分間一緒にやっていきますので、ぜひね10分間一緒にやっていって僕らについてきてください。はい、では早速やっていきましょう。3、2、1、スタート。じゃあまずは手を後ろに伸ばし、こんな感じで後ろに回し、ぐっと左側に引っ張り、右首を伸ばしていきます。はい、こんな感じで伸ばしていきます。ピンとしっかり首筋が張るような感じをね、感じていきましょう。ぎゅーっとこの、このね、ぐるっと、この時深呼吸とかした方が早く伸びやすいですね。あ、次反対、左手を右側に引っ張り、右に倒します。はい、次正面向いて、首ね、首を上に向けて、右斜め上を見ます。で、左側の鎖骨を手で引っ張る、下にグッと引っ張る、筋肉の位が伸びてる感じを感じましょう。はい、これでまず30秒いきます。伸びるようにくる、伸びないですよ、ここ、ね、みんなこの筋肉詰まってるから首がキュッとちっちゃくな、狭くなってるからしっかり伸ばすこと。 OK、 次反対、同じように意外と早い意外とこう本当にね、ここって、ね、固まっちゃって、こうデスクワークとか首こう前にこう出ちゃってるから、どんどんギューってこう固まってきてるから、そこをねしっかり伸ばすストレッチになります。ピーンってね、しっかり突っ張ってピーンと、しっかり鎖骨を下に引っ張るのも大事ですね。はい、OK、 次は、肩骨、胸開き運動。はい、手を横に開き、グッと。この時ポイントは肩甲骨をしっかり寄せる。グッとする。グッと。肩甲骨を寄せる。グッと。で、肩甲骨の間に何か挟むイメージですね。鉛筆とかをグッと挟むイメージでやっていきましょう。しんどいね。実はもうテイク2ですよ、これ。やばいですよ。テイク2ですか？撮影ミスでテイク2。まさかの。もう一回あと5秒。3、2、1。OK、次。
手を後ろにこうこんな感じ準備し、後ろにこうグリグリ回します。でこの時も同じように肩甲骨を後ろにこう寄せる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 、肩甲骨を回すイメージ、ギュッギュッギュッ、しんどい、でも背中の肉がすごい燃焼してるイメージ、そうそうそう、肩甲骨の間をグリグリこう寄せるイメージ、これ痩せるわ、使わんからね、これね、マジでね、この場所使わんからね、もう本当にあの皆さんも本当ここは使ってないんで、逆使ってないからこそ使うのが大事なんでね、ぜひ頑張っていきましょう。はい、次手を上に上げて肩甲骨を落としてグッと下に落とします。ギュッと肩甲骨を下に下げます。下げる筋肉ですね、これ僧帽筋下部繊維、僧帽筋の下の繊維を使ってます。この筋肉を使うことによって肩甲骨が下にこうグッと寄せる筋肉なので、これで固定できます。はい、グッとね、ギュッとギュッと、いやこれめっちゃゴリゴリね、ギュッと、最後にグーッとこの寄せて締める感じ、寄せ締める、こう、え、汗かいてきたんですけど、やばい、きたね、これね、あと5分あるよ、でもめっちゃゴリゴリします、これなるね、え、川島さんもしますか、俺かな、俺だけ、これ硬い人は多分ゴリゴリになりますね、硬い人はね。さあ次、はい、次またステルチいきます。僧帽筋伸ばします。反対側に伸ばし、右に伸ばします。あ、否定してるね。伸ばします。当てる当てる。違う、逆。お？うん、そうそうそう、逆だわ。そう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 。引っ張る方に、そう。そう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 。5、4、3、2、1。OK、次反対向き。左手を引っ張り。この辺硬いとね、ほんと首がこうグッと詰まっちゃうんで、しっかり伸ばしてね、細長い首を使っていきましょう。これなんか1回目より、うん、すごい気持ちよくなってきた。そうね、行きやすくなってくるね、うん、3、2、1 OK、次はなんだ、首だ、後傾筋ほぐし、上に上げて、右斜め上を見て、左鎖骨を下に下げます。意外と本当に意外とポンポンポンってね、意外と早い、やってるとね、あっという間やね、うん、この時しっかり深呼吸でこもしながら、ここの伸びをね感じましょう。2、1、 OK、 次反対、左斜め上を見て、右鎖骨を下に倒します。さっきね、こう撮影した首を、じゃあ背中痩せ、背中痩せのね、運動も、何センチだっけ、マイナス、まあ、約1センチ、1センチに3分間で落ちたので、背中のお肉を落としたい人はぜひね、背中痩せ運動をぜひやってみてください。さっきの長かったですね。ねえ、3分間で1センチってことは毎日やったら相当、いやそう、も相当変わるよね。相当変わります、うん、続けよう。グッと肩甲骨を寄せる寄せる、この時寄せる時に息を吐いてもいいです。おー、もう本当使ってきてるね、ほんとね、熱い、後ろを使ってきてるね、肩甲骨を、なんかもう全身熱くなってきました。そう、でもね、ほんとこの背中の筋肉って、あの褐色脂肪細胞っていって、脂肪を燃焼する細胞が多く含まれてる部分だから、この背中の運動するとなって全身体脂が上がりやすくなってきます。痩せやすい体質にね、変わってきます。上がりですね。そう、5、4、3、2、1、 OK、
で次肩甲骨を後ろに引っ張り回す。そう回す。そう肩甲骨を後ろにグリグリグリ。そう回す。そう後ろに肩甲骨を回す。グッグッグッ。腕なんだけども腕と同時に大元の肩甲骨からグルグルグル。そうもっと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 。やばいってこれやばい。もっと胸を張る感じ胸張って。胸を張る。そうそうそう。結構ね、かなり俺まできついの。いや、カムラさんきつかったら私本当やすごいきついの使うんだね。絶対これ効くね。効きますよ。肩甲骨意識して。肩甲骨、肩甲骨。オッケー、次ラスト。肩甲骨を落とし、手を上げて、ギュッと後ろに落とす。ギュッと、下と後ろに寄せる。下を後ろにグッと寄せる。ギュッ。この時に息を吐いてみ。そう。ラスト。ラスト30秒。そう、ラスト。頑張ろう。これが終われば。ラスト終わる。そして肩甲骨を落とす。下にグッと引っ張る。首が長くなるイメージ。首が長くなる。しっかりね、首が伸びる感じをしっかりイメージしてね、やっていきましょう。ラスト10秒。お腹に力入れたらもっと。そう、もっとね、伸びる。OK! 終了です。お疲れ様でした。はい、じゃあ測っていこうと思います。先ほどが、首の周りが、ね、30.2cm でした。で、上から、耳たぶから 2.5cm の部分から測ってきましたので、ここ、はい、OK です。今が 29.8cm、 0.4cm ですね、いきました。はい、0.4 です。はい、とりあえず OK。次はじゃあ長さを見ていきましょう。先ほどが14センチでした。耳たぶから鎖骨までが14センチ。耳たぶから鎖骨の長さで見ていきますね。お、なってるわ。なんですか？さっきが14センチだったでしょ。はい。今ね、鎖骨のこの上をこう取ってみると 15.3 センチぐらい。待って。いってます。え、じゃあ 1.？ 1.ちょいってます。1.34 ぐらいいってます。すごい。ちょっとざっくりのね、この目安がちょっとなかなか難しかったのでざっくりなんですけども、この先のこの位置からこう測ってもこれね、多分 15. 点ちょいってますよね。はい、すごい。 OK です。頑張ったかいがありますね。頑張ったね。でも今度なんとなしいこの伸びて感じ、多分ね、皆さんも分かると思うんですけども、うん、この感じが首がしっかり伸びて筋肉がしっかり伸びてくれて、しっかり肩甲骨が下に落ちて後ろに引けてしっかり伸びた感じ、これが大事なので、しっかりこれを癖をつけないとまた元に戻りますので、必ずねしっかり癖をつけて頑張ってやっていきましょう。で、これもぜひね、真帆ちゃんまた実際に1ヶ月間やってもらって、1ヶ月後ね、どの辺まで真帆ちゃんが変わってますのか、変わってるのかね、楽しみにしていてください。はい、という感じで今回ね、出演してくれた真帆ちゃんのね、インスタグラム回したながらに貼ってますので、ぜひね、チェックの方よろしくお願いします。はい、そしてぜひね、インスタグラム、ツイッターの方もよろしくお願いします。はい、ではまた、ぜひ次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。こんな感じで川島式整体と川島式小顔矯正を受けれる店舗が宮崎と東京にありますので、興味がある人はぜひホームページをご覧ください。